して過ごしているんだろう。キッチンで手を洗っているね。何かを作るのかな？これは炊飯器だね。ご飯のスイッチを押したよ。次は何をするんだろう。シンクの下の扉を開けたよ。お鍋が出てきたね。コンロの火をつけて。何かを湯がいているみたい。次はオーブンの扉を開けたよ。何か持ってきたみたい。何を入れたんだろう。お鍋のお料理ができたみたい。次はフライパンを使って何かを作るんだね。とっても美味しそうな匂いがしてきたよ。ご飯が炊けたね。オーブンのお料理もできたみたい。何を作っていたのか見てみよう。お鍋ではハンバーググラタンのマカロニを茹でていたんだね。フライパンではハンバーググラタンのハンバーグ。オーブンではアンパンマンとバイキンマンのパン。ドキンちゃんのクッキーとハンバーググラタンのグラタン。炊いたご飯でおむすびマンと小むすびマンのおにぎりを作ったんだね。あれ？何かを持ってきたよ。アンパンマンのお弁当箱だ。この中にさっきの料理を詰めるんだね。手作りお弁当の完成だね。とっても美味しそう。お弁当の蓋をしているね。これからどこかに出かけるのかな？ここはアンパンマンステーションだね。電車に乗ってお出かけするみたい。アンパンマンステーション、アンパンマンステーションです。ご注意ください。いってらっしゃい。閉まるドアにご注意ください。バス進行。アンパンマンはどこに遊びに行ったんだろう。ここはくるくる遊園地だね。わあ、みんなとっても楽しそう。あ、アンパンマンが来た。誰かと待ち合わせかな。赤ちゃんマンだ。今日は二人で遊園地で遊ぶんだね。ついて行ってみよう。ポッポちゃんの乗り物、上手に乗れたね。次はメリーゴーランドに乗るみたい。くるくるくる、くるくるくる。二人とも、とっても楽しそうだね。次はどんな乗り物に乗るんだろう。アンパンマンの空中ブランコだ。動いたよ。くるくるくる、くるくる。
くるくる。コキンちゃんのゴンドラにドキンちゃんのゴンドラ。あと一つのゴンドラは誰かな？これはバイキンマンだ。二人とも空中ブランコが気に入ったみたい。ずーっと乗ってるよ。この後はアンパンマンが作ったお弁当を二人で食べるみたい。いっぱい食べていっぱい遊んでね。おしまい。